スコビ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 スコ食べてる食べてる、うまっ。すこやかになれすこやかになれすこやかになれ。え、何？ママの思い届けてました。ちゃんと届いてるけど。つっきょん。ビスコは生きて腸に届く乳酸菌。ビスコ。今回ビスコの新 CM に出演させていただきました、アンと申します。はい、今回すごく可愛らしい CM で、いろいろな言い方だったりいろいろな表情でこうビスコってこう念を送ったりしていたので、どれが組み合わさって一つの CM になるのかなっていうのがすごく楽しみです。とても和気あいあいとした現場で、すごくスムーズに、なるくんもすごくこうですか、あですかって言いながら、雑談もすごく楽しく一緒にしてくれたので、とっても楽しくあっという間に撮影を終えることができました。はい、そうですね、もういつでも愛情を送っているよ、愛してるよっていうのは思いますね。でやはり学校に通うようになったりして、離れている時間も増えてきたので、その時間も実はずっと思っているんだよっていうことを、なかなか子どもの頃って自覚することできないかなとは思うんですけれども、送り続けたいなと思います。はい、お菓子を食べる機会って一日の中でも何度かあって、本当に楽しいコミュニケーションの一つでもあるし、何を食べるって子どもと一緒に選ぶのも楽しいですし、私が自分で買うときに何がいいだろうっていうふうに気持ちを込めながら買ったりすることがありますので、子どもたちの健康だったり食べることで少しでもこう成長の助けになったりとか、そういったものが含まれてるといいなっていつも思います。はい、私の子どもは年子なので、3人ともなんかほとんど一緒の三つ子みたいな感じで育ってきているんですけれども、友達の子供でもう少し年がまだ小さい子供たちと遊んだ時に、すごくお兄さんお姉さんの姿をしていて、いろいろなことを教えたり助けたりっていうのをしていたので、普段の家庭の中では見られないその他の小さい子に対する姿っていうのを見ることができて、すごく微笑ましくなりましたし、成長も感じました。どうしても私も頭ごなしに叱ってしまうことも、少なくはないのですが、リスペクトと言いますか、尊敬をしたいなって思います。されたいなというよりはしたいなと思いますし、私が単身で少しの間日本に帰ってきたりとかっていうこともたまに訪れるので、その時にお互いの時間を持ちながら応援し合ったりとか、離れていても手紙を残したりとか電話をしたりとか、そういうやっぱり愛情を持ってるよとか伝えてるよっていうことをきちんと形にして伝えていきたいなと思います。ビスコはもちろん食べたことはあったのですが、今回改めて生きて腸に届く乳酸菌などさまざまな栄養素が含まれていることを知って、子どもの成長を応援してくれるお菓子なんだなっていうふうに実感しました。お菓子っていうのは子どもにとっても特別で楽しみなものだと思うので、子どもが喜びながら食べてくれるお菓子にさらに栄養素が含まれているというのは、日々忙しい子育て中の方たちにとってもとってもいいと思います。私も子どもたちと一緒に食べたいと思います。ぜひ皆さんもお子さんと一緒に食べてみてください。昨日からやってるの、完璧だ。完璧。じゃあ、すこやかになれ、いいですね、いいですね。これだな、カット。カット。かわいい、カット。うん。はい。はい、チェック。もう確認します。オッケー。はい。こんな時計。
そうね、すごい。確認します。ああ、確認した。やっぱり消します。なれーすこやか。アイカット。いいね。お願いします。ありがとうございます。なったすこやかに。はい、すこやかになれ、すこやかになれ、すこやかになれ。3、面白い。もう一回行きます。戻ります。3、はい、ビスコ、ビスコ。ちょっともう一回のかちょっと探り合いになっちゃったね。もういやこういうのは回数でいけるからね、はい、決してアドリブじゃないよ。指示通りにやったよね。そんなに言葉しなくてもね。違うな。3、ビスコビスコ。挨拶がこれ。挨拶。おはようビスコ。イエーイ。ということは、ムービーは以上になります。食べてる。うま。健やかになあれ、健やかになあれ。ママの思い届けてました。ちゃんと届いてるけど。ビスコは生きて腸に届く乳酸菌。ビスコ。